それはこの独特の雰囲気のある甲子園球場ですから、いくらまっすぐに自信のある増井投手でもやっぱり力みますね。はい、しかもまだ西武は2つしかマークしていないというね。吉田さん、どんな印象を今3球ですが受けましたか、松井は。僕は今の球は待ってもよかったと思いますね。はい、はい、いやボール臭いですからね、はい、非常にあの リリースポイントがまだ分かってませんからね。ショートゴロです。ワンアウトです。今のはいい球投げましたよね。はい、はい、このアウトで増井投手もぐっと落ち着きを持ったと思うんです ね、ちょっと落ち着いたでしょうね。はい、これ不思議なもんで、このカクテル光線っていうのは、はい、まあ、甲子園のブルペンっていうのはスタンドの下に屋内となってますよね。やっぱり照明限られてますから、その後に、まあ、練習時間っていうのは、まあ、白馬でやや夕焼けの中で練習してますんで、明かりも今とは全然違うんですね。はい、ブラゼルはレフトフライ、ツーアウト。その後にブルペンでずっと試合を見守りながら自分の調整を行っているときに、はい、まあ、そのブルペンの明るさに遠近感が慣れてしまうんですよね、人っていうのは、はい、でそこで球場に出てきたときに突然このカクテル光線ですから、はい、遠近感をつかむまでものすごくこう変な感覚を受けるんですよ、ピッチャーというのは。ね、何度も経験しているマウンドであれば別ですけども、まあ、なかなかやってくることのないナイターのゲームはあまり行わない甲子園球場ですからね、はい、そのあたりの独特の緊張感というのは増井投手も持ってたと思いますね。そこに加えて甲子園の大観衆、タイガースファンからの声援もあります。バッター俊介、吉田さん、ここで俊介はね、自分の役割が出ることですよ ね、はっきりしてるわけですからね、はい、自分のアピールを含めて、それが同点への第一歩になります。8キロです。追い詰められた9回、やっぱりこう低めに決まるときはやっぱり伸びがありますね。そうですね、チーム最多の17試合目のマウンド、増井、確かに速いストレートを持っています。どんどん投げ込んでいきます。ほとんどストレートばっかりですもんね。そうです ね、もう主にストレートでストレート攻めていきますね。フォークボールをどこで投げるかですね。これもストレート149キロ。まあ、その9回の裏のマウンドに上がってからちょっと突っぽ抜ける球がありましたね。キャッチャーとしてもそれよりも確率のいい、前にも飛ばないだろうという強いまっすぐを選択してるんでしょうね。はい、現に差し込んではいます。俊介もバットを短く持っている。センターの前に俊介を落とす。9回2アウトから俊介出ました、タイガース。そう簡単には引き下がりません。素晴らしい集中力でしたね。はい、差し込まれながら持っていきました。すごいですね、この球場の空気は。これが甲子園球場です。麻酔に襲いかかるこの重圧、やっぱ麻酔をこれ見てますと全部まっすぐですからね、はい、そういう意味ではタイミングが
まっすぐに合わせていいと思いますよね。そして吉田さん、今年の檜山はここまでいかがですか。やっぱりここはやっぱりつなぐことですよ。2点ですからね、この後浅井がいますからね、もう総動員ですよ、ちょっと抜けます。これが怖かったんでしょうね、そのやや抜けた球っていうのがキャッチャーとしては怖くて、もういい球と悪い球はっきりしてますからね。そうですね、ほんとストライクゾーンを低め低めにすりゃいいですよね。代打で4割打っています。フォアボールでも何でもいいんですよ、5月の12日にはノーヒットノーランを達成しようかというベイスターズ三浦からチーム初安打。稲葉がキャンバスを踏んで試合終了です。交流戦の初戦、阪神タイガース星を落としました。そして栗山ファイターズ吉川に4勝目、甲子園でまたスタートを切り直すんだ、そう話した指揮官のミーティングの声に応えました。タイガース敗れました、3対1です。